その調子で一般的にいいと思われてることはどんどんやっていこうと思うんですけど、瞑想はね2呼吸ぐらいしたら全然別のことを考え続けて10分が過ぎました。今日は雨なので基本的に部屋にいようと思います。というか病んでた時はもうほとんど家にいたんですけど、本読みます。外出て作業したいんですけど、雨降りすぎてるんでコンビニ行って朝ごはん買ってすぐ帰ってこようと思います。でそんな簡単に変われないんだなっていう現実。散歩行ってきます。夜散歩。雨降ってきました。これと黒蜜買いました。黒蜜はちょっと冷蔵庫に入れちゃったんですけど、これがマンデリンフレンチで、こっちがねキリマンジャロか、キリマンジャロ。16パーソナリティーズ MBTI 性格診断やっていこうと思います。仲介者っていうのが僕のパーソナリティです。仲介者は自分の利益を試みず、顧みずか試みず、大義のためにいつでも人に手を差し伸べる優しい人たちです。私的でもあります。内向型、直感型、道理型、探索型、慎重型。韓国では就活面談とか履歴書に MBTI の性格診断、あなたはどのタイプですかっていうのが書かれてるほどね、今では一般的な自分の指し示す項目の一つになってるそうですね。おはようございます。ちょっと全然寝れなかった昨日。パンをくれたのでこれを朝ごはんにします。かなり遠いけど歩きたいのでコストコに行ってきます。1時間以上かかると思います片道。とはいえねちょっと最近は運動したいし、まあ、太陽も浴びれるということでね、とりあえずこの期間は、2,3 週間は、ね、自分の気持ちを落ち着ける生活を送りたいなって感じですね。買い物して出てきます。久々に歩くとね息切れしますわ。
すがに疲れた。久々に、ちょっと後で見てみるけど、多分2時間ぐらいはね、2時間以上は絶対歩いてますね。買ったのはオイコス2つ、プレーンとバニラ、マダガスカルバニラらしい、アボカド、バナナ、枝豆と。やっぱ酸味の強い匂いってのも分かるかも。こっちがマンデリンフレンチ。フレンチってのがイルなのかな、マンデリンがイルなのかな。で、いった方が苦味の強いコーヒーに仕上がるということでしたね。キリマンジャロは酸味が強くて、マンデリンフレンチは苦味が強い。匂いとかも、なんか香ばしいっていう感じですね。言ってるからちょっとこっちは収まらないんで、今日はこっちを飲もうかなって感じですね。昨日食べきれなかったご飯と、もう一つご飯の余りがあるので、アボカド丼にしてお茶碗2杯分食べようと思います。コストコのね、アボカドは1個あたり150円ですね。5個で800円だったんで、こんな感じ。たまに良くないけど、こんな感じ。これに塩昆布乗せて、ごま乗せて終わりですね。マダガスカルバニラ味らしいんですけど、バニラは分かるけど、マダガスカルって何だ。歩く時間が長すぎて若干こう溶けちゃってるのはあるのかもしれないけど、普通いちご味とかだと、このなんかプリンみたいに下にね、キャラメルみたいなので、いちごソースみたいなのがあるんですけど、バニラはないっすね。このレビュー動画って、めちゃくちゃバニラだ。今回ちょっと黒蜜も試したくて、黒蜜はね、コーヒーに入れて飲むのが結構僕は好きなんですけど、今回はヨーグルトね、まあ、バニラ味は、まあ、今日はやりますけど、基本的にはバニラにこう黒蜜を垂らすっていうよりかは、プレーンにね、垂らしたいなとは思ってますけど、僕ね、やっぱりオイコスの食べ方で好きなのはこれっすね。でさ、オイコス、コストコで買うと1個あたり100円以下で買えるんですよ。コンビニとかだと170円ぐらいで、スーパーとかでも130円とか140円とかじゃないですか。黒蜜垂らしたらうまいのかっていうね。こんなぐらいでいいか。はい、出来上がり。いただきます。やはりね、黒蜜を垂らすとバニラの感じが味わえなくなるんで、黒蜜を垂らすのはバニラが、じゃなくてプレーンがいいですね。17分の昼寝がいいということなので、寝ます。おやすみ。昼寝してたら昼寝とかじゃないぐらい寝てしまいました。図書館行きます。雨降ってきたから帰るわ。夜ご飯。おはようございます。昨日は全然寝れなくて、今日も朝8時ですけど、もうちょっとね、眠れないんで行動始めます。はい、いただきます。この環境において大幅に投資を縮小しました。最近ハマってる豚レバとそば買いました。食べます。
そば2玉とレバニラ。18時なんですけど、公園でね、本読んでました。今からちょっと夜ご飯買いに行って家に帰ろうかなと思います。また太るわ。